こんにちはいつも楽しく拝見させていただいている動画勢です、えー、私は格ゲーのおじたちが面白くて格ゲーの動画を見るようになったのですが大会のコメントや配信をしている一部のプロ格闘ゲーマーの方が動動画画にははかかんねえだろうとれれなどの厳しいコメントや指摘をされます私は基本静かに大会を見ているだけなのですが中によくゲームのことを分からず発言する人もいて確かにやってる人からしたら間違ってることはあるかもしれないと思います えー、ただ知らなくてもコメントはできるし、えー、金も落とします視聴者数が伸びれば協賛している企業にも貢献できますし新たなスポンサー獲得のための一つの売りにもなります、えー、こういったことすら理解できずにファン層を追い出そうとする今の視聴者のあり方やそれを助長するかのような、えー、ゲーマーの姿は正直見ていてつらいですこの業界はプロの方のように、えー、深くゲームのことを知っていて、えー、各シーズンごとにキャラの対策や、えー、性能を追い続け 聞けていなければ見てはいけないでしょうか。ハイタネさんのご意見を、えー、お聞かせください。長文失礼いたしました。なるほど。まああのーねー、まあこれって言ったことはまあ正論です。あのー、間違いないです。間違いないんですけども、ただ結構そのやっぱりその動画勢というか、要するにその結局悪意あるまあコメントをし,しっちゃう人、悪意じゃないねんだけどなんつうのかな。まあまああるんですよ。 知ったかまあだから結構問題になってるんですよねそういうのがまあ配信者のいろんな配信者いるんですけどまあ俺とかはその格のこととかすごい詳しいんでそういう空気にはまずならないんですけどそのあんまりその「マ、まあ、ダスト5」が例えば強くなくてえっと練習で配信してますみたいな。 すごいこうチクチクコメント的なものってうどうしてもチクチクというかまあそういう人的にはそうじゃないかもしれんねんけどまあやっぱりその配信者としては結構つらいそのまあそんなにそういう人も多分やってないと思うねんけどまあこう指摘というか何というかうんまあそういうまあ多いんですよねそういう人が要するにかなり。 あんまりその正しくないけど、まあ、そういうコメントをその別に何て言うかなナチュラルに間違ってるのはしゃあないんですけどなんつうんかな、まあ、それがすごいこう、まあ、偉そうだったりとか、まあ、まあそういうのに対して結構その他の人のコメントがちょっと攻撃になったりとか、まあ、なかなかその辺はうんがあってそういう戦いがやっぱあるっていう。 うん、まあ難しいところですねこれは本当に本当に難しいところでただそのにわかの人がよいわゆるそのにわかの人が増えないと絶対ダメなんでだ難しいんですよね家具がやっぱりその昔からずっと続いてるものでこれはむずいよねいや結構最近の,にそのねツイッターとかでもその流れてくるんですけどもうそのコメントが辛すぎて配信がもう 嫌になってますみたいななんか結構あるんですよ。だからまあそういう例えばそういうその配信者の人が好きな人からするとあのそういうなんか攻撃対象になっちゃうよねそういうコメントする人っていうのは。いや結構見ますねちょいちょい難しいですよねでも結局まあでもコメントはやっぱりしてほしいっていうのはもちろんそうなんでかといってそのねよく分かんないんだったら 黙っっとけっていうのもおかしいしねねそうです、ね、直近そう女性配信者の人とか瀬戸呂その配信まで見たいんですけどツイッターとかでやっぱりうーんなんかもうそういうなんつうかな指摘米的な、まあ、どういう内容か分かんないけどもうなんかもうそれが辛すぎてもう配信ができないですみたいなだから難しいところですよね。まあ、だから実際でもこれはなくならんだろうなうーん。 まあこのと言ってことはまあ正論ではあります正論やけど100%まあなくなることはないだろうねもちろんまあ結局そのかなり配信者側が強い意志を持ってないといけないっていう瞬間は確かに多いね、うん、まあ俺もそのいろんなアドバイスとかもちろんしてもらうけどまあでも自分はだ多分すごいいい人やと確かにやみそうあの配信って配信のコメントしてくれてる人って集合値じゃないですかだから競合するんですよね意見がだからその いろんな人がしてくれてるっていう感覚がないと多分あの止むと思いますねだって他の人はこう,がいいこうやした方がいいと思っててもう一人がこうした方がいいってそれ当たり前じゃないですかでもそのそれを配信者の人からするとこうやったらこう言われるしこうやってもこう言われるしどうしたらいいねんもうやだみたいな感じで多分な 多分いい人ほどそうなっちゃうんですよね。だ俺はもう正直自分で決めるようにしてますね、基本的には。自分で決めるか、あのー、あんまり、だコメントしてくれるのはありがたいけど、そんなに聞く耳は半分って聞いてますね。そうじゃないと、結局どうしようもないんで、配イに配信みたいにたくさん視聴者がいるわけじゃないだろうから、ずっと同じやつに粘着されるなと。まあ、そうだね、そのやっぱりコメント数がどうしても少ないと、その人のコメントはやっぱりね、 読むことが増えるだろうしまあこの辺に関してはまあでも俺もそのやっぱりそのプロのシーン競技シーンからねちょっと一線退いてまあやっぱりこう浅くてもねやっていっていいぞっていう風にはまあ自分なりには思ってますけどね。やっぱり関係好きな人ってガチでやらないんやったらダメとかそなんかそ厳しい目を持った人がすごい多くて。あの 朝チャップにすごい厳しい側面があってまあそこはまあ少なくとも自分は改善していきたいなと思ってるけどねまあなのであのこの人もまあでもごく一部やと思いますよ、うん、ただその動画税的な人は確かにその人に対してちょっと不快な思いをさしてる人もいるっていうだこの人は違うかもしれんけどそういう人もまあいるっていう状況がまあ,あるっていうのは一応覚えとくといいかもしれないですね うん、いや難しいですわ。村,村ですわ。<laughs> 結局は <laughs>。村社会なんでやっぱ難しいですね、その辺は。らまあ知識ないことだよね。あと、うん、そうだね。知らない人を卑下するんじゃなくて、フォローしてあげる関係いや、ほんまにそうですね。ほんまにそうなると、だから結構やっぱりコメントでも、やっぱり、そうやってやってくれてる人やっぱいると思うんですけど、俺の配信の人でも。だからすごい助かってますね。うん、そのた、たまにさ、これってどういう意味ですかとか。 まあそのよくわからない単語とかをね質問とかしてくれててまあ俺がその対戦とかしてて忙しい時とかにコメントで「これこういう意味だよ」とか返してくれてる人とかいてそういう人はめちゃくちゃゃくやっぱ嬉しいです、ねまあそういうのをこう気楽に聞けるような環境が一番いいですからね。チクチクぜやフォローとかアドバイスの質問になるとまあねだからそこはちょっと難しいよね人の感覚的なものになるからね。 まあ相手がどれぐらいそれをどういうふうに伝わるかっていうのは、まあ、実際わかんないしねその人にもよるし、うん、ケインの格ゲー見てると心配になる瞬間がたまにあるいやだからやっぱね結構それはまあてか正直もうつらいっす、まあ、ケインさんのやつみたいなんやけどやっぱ永井さんの配信をちょっと見てると見てたけどやっぱりうーんこれはちょっとつれえなっていうのが <laughs>。 やっ,ぱやっぱ思うことありましたねもうコメントが辛辣すぎてまあそれがまあまああのその辛辣なのをまあお互いが楽しんでるならいいんですけどね先生はどのゲームまあならいいですねそれがまあそういう配信ならいいんですけどね、うん、まあなら別にいいんからそれは俺がちょっと気にしすぎなのかな天帝、うん、は配信歴長すぎて防御力マックスだといかないけど <laughs> 配信ビギナーじゃきついだと <laughs> <laughs> まあただこの問題はまああの格ゲー勢 ならずいろんなところでまああることやと思うんでどこもまあそういう感じなんでしょうね、うん、権威は基本あったかだけど時々適当なこと言われてるうんだそれもねでもそれをなんかその別の人が否定してもまた変な感じになるやんだから基本的にはそのまま行くからねでもまあそういうのはすごい難しいよね